はいどうも皆さん、おつなりたまー、麻雀なりたま屋のたまこと日本プロ麻雀協会19期後期入会の小野亮介です。本日も朱雀リーグ第5節3回戦プロになって初めて放送に出させていただいた曲をピックアップして解説していきたいと思います。というわけで本日もやっていきたいと思います。レディーゴー。はい、というわけでトン4曲0本場全曲下出さんが3000、6000のつま上がり、私が6000をかぶって、親が落ちた4曲、トン4曲ですね。ミヤさんの親番です。このハイパイ、トンが統一役配ですね。イーソー、チーソー統一、チーピン統一、統一が4組あります。まあメインとしては、まあ、赤とか引いたら嬉しいですけど、まあ役配を生かしてとにかくこのミヤさんの親をサクッと流したいっていうのが第一ですかね。まあ高い手になったら嬉しいんですけど、ここでなんか無理して高い手を狙ってミヤさんにまあ点差的に迫られる、ないし、まあ、まくられるっていうのが嫌なので、まあトンヨン聞く、まあ、ある以上はもうサクッと流すでもいいかなぐらいの感じで考えてます。ということで、もう第一弾の庄司さんの第一弾のトンをポンして一品から、これね、でもイーソーとかこの後のパーソーとかは仕掛けなかったんですけど、なんだろう、もう一個引いてから仕掛けたいなって考えちゃいました。まあ、3万にくっついてもいいですし、まあ、パーソー引いてからだったら、まあまあ、まず3万になるんだろうかな。3万か数層か、なんかもう一個引いて形がちゃんと見えてから数字は仕掛けたいなって考えちゃいましたね。でもどうなんだろうな、ちょっと微妙だったかもしれません。そしたらたまたま嘘を入ってくれましたね。さあ、そしてミヤさんもチューンをポンして仕掛けていきます。まあ、自分に関係ない牌をつもりでちゃっちゃとしていって、キューピンもね、まあイーソーチーソーポンした時にポン点に取れる形、チーマンもいらない、でチーマン払いが入りましたね。数想定出しでリャンズを引いてきて、これは、もう両面を先に決めました。ウッパーピンのね。まあ、いい形先に決めて、フォローの牌をしっかりと残す。まあ、ペン3像ないし、カン3像とポンが2種できる形を取りました。で、地層が目論見通りポンできたので、リャンズを切っていって、ウッパーピン転牌です。さあ、ここに関してはね、あとは、まあ、この後、ちょっと見ていくと、中層のトイツとしまいましたね。持ってきた地層、これ、加換しました。今考えるとどうなのかなってちょっと思ってるんですけど、まあ、親からのリーチがないっていうのが一番の理由ですかね。で、まあ、自分の手番1回増やして、まあ、この2方の速度感、ちょっと読めなかったんですけど、まあ、数層を切ってからペン3ピン払ったり、ドラのところ払ってますからね。で、ペンチーマン。その時点で1枚切れのペンチーマンを払って、その後9層のトイツを落としっていう、まあ選んでるところがあるので、まあそこまで遅くはないのかなって思うんですが、まあ地層を関しなくてもいいんですけどね。どうなんだろう。まああとはあれですね、これじゃあスッチ層切ってチーってされるのも嫌だなっていうのがありますね。と思っていたらリーチが庄司さんからかかりました。まあ、その前にもこのミヤさんの老僧切り、ウーマン切りとかも結構もうそろそろ来てそうだなぐらいのところではあるので、ていうかもうこれさらっと言っちゃいましたけど、このチーマンに関してはどうなんですかね。ローマン3枚見えてて、まあスッチーマン 1,2,3,4 枚見え、ローマン3枚見えててチーマン狙いたいよねもありますもんね。9万も今3枚見えてますから、なんかこれこの瞬間はまあチーマンワンチャンスって言っちゃってるんですけど、まあ冷静に考えたらイーソーイーソーでよかったと思います。別に自分が上がんなくても庄司さん上がってくれればミヤさんの親は落ちるので、なんかちょっと攻めっ気っていうか無謀が過ぎてますね自分でも。なんかこの曲に関しては本当に、まあ、この曲に関してもですね、なんか自分で、
ああもう積もられたんですけど、自分はもうとにかくトーンをポンしてこのミヤさんの親を流したいって言ってる間にこういうチーソーの加冠とかをしてるので、ちょっと微妙な選択肢が選択をしたかなっていう曲であります。そして、庄司さんのリーチはハツとパーピンのシャンポン、あーパーピンがここに、そして高めのハツを積もって裏ドラ1個乗せての2戦4戦さらなる加点に成功したという曲でした。最終的なところを見てもらう、見てみると手配こんな感じ。ほうほうほう、ところここあまあね、そうそうそう、さっきの地層管のところを一応見ましょう。あ、地層パーツある。うん、まあ、これをそのまま地位して泣かれるのが嫌だったっていうのが理由としては一番最もなるのかな。でもこれでもうスッチーソーテンパイでチャンカンっていうのも全然あるんで、なんかどうかなって、ちょっとやらない寄りの選択になりそうですね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。もしよかったらチャンネル登録高評価、あとはこここうした方がいいんじゃないとかね、この曲で言えばもうこのチーソーカンするカンしないとか、まああるいはその前の手組みの部分でもこういうのもいいんじゃないっていうのをちょっと教えていただけると自分の勉強になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もありがとうございました。おつなりたまー。